はい、今日は6月27日土曜日です。今日も小手町新見チャンネルお付き合いください。ここ新見市新見は大池店の内蔵ギャラリーのスタジオからお送りしてまいります。今日は2人だけなんですけど、はい、はい、また30分お付き合いください。ということで今日土曜日なんですよね。本来だったら毎週金曜日にお送りしているこの、番組なんですけど、ちょっと今週はいろいろ忙しくて、はいはい、申し訳ないです。一日遅れの今日になってしまいました。昨日はFacebook の方で告知の方はさせていただきましたが、今日だけちょっと一日遅れです。30分お付き合いください。ということで、今週の新見の話題でいきたいんですけど、今日の話題はまずはうちの黒米おはぎ、黒おはぎでお世話になってる黒米の対産ですね。対産の話題からいきたいんですけど、うちのおはぎは黒いおはぎということでね、中に古代米の黒米が入ってるんですけど、その、古代米の黒米をご提供いただいているのが、新見市土橋の対新一さんということで、対産の田んぼの方でですね、この6月の15日の月曜日に、黒米の田植えがありましたので、ちょっとねその田植えをしているシーンから VTR で見ながらちょっとご紹介していきたいと思います。はい、ここが新見市のですね土橋の田産の田んぼなんですが、あ、ごめんなさい、 VTR からいきますね。はい、同じ田んぼですが、ここがちょうど土橋というところで草間台地のね上にある田んぼなんですけど、田産ね2反5世、というんですが、広さが3枚お持ちなんです。3枚合わせて2反5世、ちょっと一旦に足りないぐらいの田んぼが3枚あって、そのうちのここ1枚なんですが、まあご自宅に一番近いね、田んぼなんですけど、まあ、ここがまあ約1反があるのかな。でここでまあ田植えしてるところをお邪魔して撮影させてもらいました。これね後ろの稲が、これが黒米の稲なんですね。でこれは常用の田植え機で、5畳上、5畳、5畳って言って分かるかな、5列一遍に自動で田植えができる、機械なんですけど、それで田植えをされていってます。でね、6月の15日の田植えというとね、県南の方だったら普通なんでしょうけど、新見ではね遅いんですよね、1ヶ月ほど。だいたいもうゴールデンウィークぐらいには田植えが始まってますので、この辺りの田んぼからしても1ヶ月ぐらいは遅い田植えなんですが、これはまあちょうど黒米にはいいというかね、通常のうるち米の田植えが終わってから、まあ、いつもされてるということでした。はい、でこういうふうに一人でね、ないません、僕は何も手伝ってません、撮影をしてただけなんですけどでね、やっぱりねうまいんですよこの田植え機のね操作でもね。田植えなんてこれ年に1回しかねされないけど、やっぱり年季が入っているというかね、さすが元農協マンという大地さんなんですけど、なんかかっこいいでしょこの作業服にねこのキャップかぶってね。そうですね、手慣れたもんでね、こういうふうに調子見ながらねスイスイとね植えていかれるんで、まああっという間にこの1枚のね田植えが終わっていくんですけど、手慣れたもんです。なかなかねこんな田植えシーンをねじっくりこんなカメラで追っかける番組もないと思うんですけどなんか NHK のようですけどね。そうですね、なんかまあ、この日は天気良かったんですけどね、まあ、撮っててなんかかっこいいなと思いますよね。ほらほら立ってねバックしてね、あーもうカーブの時なんかやったら体重かけて片足で乗ってたりもするしね、半分片足かけて乗ってたりなんかかっこいいでしょ、なんか操作が、はいはい、無駄がないんですよ動きに。これもバックしてまたこの際だけ入れていくんですけどね、まあ僕らだったらどういうふうにやるかなって考えながらなんでしょうけど、もうスイスイと段取りが分かってらっしゃるので、まあ農機具を専門にね長年
あの修理とかされてた方だから、まあ整備もバッチリだし操作もバッチリだし、そこは何ちゅうことはないんでしょうけど、うん、でこの稲自体はあんまり普通の稲とはね違いがね分からないんですけどね、まあこれ植えた後なんですが、はい、緑色の、うんうん、はい、これがだから6月15日の映像なんですけど、はい、でちょうどね白かきしてあの植えたところっていうのはやっぱりあのちょっと弱々しいというかね、うん、あの発芽してまああのないとこにあった稲なんでね、うん、でちょっとやっぱり1週間から10日したらしっかりするんだというふうに言われてたんですけど、うん、まあ中に出てきたシーンですけど、ちょっとこの奥にあるのが大さんの、ご自宅なんですけど、右の方にねあの農業専用の納屋があってね、うん、まあ、そこが大さんの基地みたいになってるんで、この後ちょっとインタビューはそこでお聞きしてます、うん、これが黒米のね苗ですね、うん、なんか普通の米とねパッと見の見分けがあんまりつかないんですけどね。そうですね、はい、これがまあ田植えということで、はい、田植えしてる頃の写真もね撮ったんで、またちょっとね大さんのアルバムができそうなぐらい撮ってますこんなね立ち乗りシーンも撮ってあります。この映像が田植え後ということで、6月25日ちょうど10日経ってから、もう一度ちょっとねお邪魔して、あの1週間が10日してからだったらあのしっかりしてるよと言われたんですけど、だあんまり変わらなかったですあのさっきのビデオのシーンとあんまり変わらないですけどね、これは10日経って、もう一度、はい、撮ってきました。その上に成長するというよりもしっかり根付くっていう、うん、まあしっかりしてくれる、ね、あのねこの右側の奥 の田んぼはもう1ヶ月ぐらいね田植えから終わってるんで、うん、もう青々してるじゃないですか、うんうん、だからまあちょっとやっぱり1週間10日じゃちょっとやっぱりね、うん、日が浅かったんかなという、うん、はい、気はしますが、どうですかあの真っ赤なトラクターじゃないけどあの田植え機乗ってる大さんも、はい、なんか颯爽としてたでしょ。そうですね、うん、でまあ、田植え後ということで、昨日か昨日ちょっと雨の中ね、大さん家にお邪魔してあの家の前のちょっと農機小屋の方でちょっとお話をお伺いしてきたので、ちょっとねあの屋根に雨音がねあのバンバン当たってちょっとうるさいかもしれないんですけど、ちょっとインタビューの模様も、はい、ご覧ください。どうぞ。ちょっと雨がぼちょぼちょ落ちてて、あの雨の音がするんですけど、大さんのあのここは何ですか、作業場、作業場、はい、まあなんか基地みたいなところですね、うん、そうそう、いっぱい機械が置いてあって、そう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 、なんか一通りあるじゃないですか。今年ここでだいぶ仕事をしたりな。あれ溶接機ですか。溶接機もこれガスのコンビニ、まあ一通りは違うけど、もう何でもできますね、うん、でこの間からあの田植えね、はい、あの見せてもらって、やっぱりあの乗り方もやっぱり様になってるみたいな、やっぱりうまいですよね、田植え機乗ってももう古い機調子の悪い田植え機だけどな、まあ田植え機は想定使うもんでね。ああ、まあ、ですね、年1回です。もうな、やっぱりコンバインはちょっと無理だけどな、田植え機はだいぶしゃれ。でもなんか見とったらやっぱりほら、片足で乗ったりとか回転させたりとかでやっぱり慣れとられるなぁ思って、片足はなブレーキ関係調子悪かったけど、まああれ何度かやってみたで今年の米はどんな感じですか。栄養に行きそうですか。いやいや、こんなだったらな大変だ。あの稲の草丈だけはもう持ってるようになるんだ、はい、で今この地区は改良区入れて、まあ、池をため池から水を送るんだけど、でそこらみんな一人水場さんがおって水を管理してるんだけどな、草丈がもう1ヶ月でものすごく増えたもん、株張りが。ああ、草丈がもうすぐ張り付く、株が張ってな、本当いけんのですか、それは。あんまり張ったらな、かえって今度はまだまだ続くとな、今度は病気になってくる。だからもう最初はあんまり水を入れずに、入れるんかな、もう結局勢いが良すぎてな、かえったらようねえかわからんな。だけど今年はまあ冷夏になるぞよと、本当にその手で、はいはい、じゃあちょっと今年は
危ないなというような感じでしょう。そうそうそう、ちょっと危ないなと。だからまあ私もこの黒米を植えたやつはまあ何でか言うたらやっぱり時期を怒らせて植えとる。そうですね、1ヶ月ぐらいは遅いです、ね、もう1ヶ月以上になるけど、はいはい、ちょっと怒らせとるな。まあ10月の、まあ、今のこの辺は忘れたけど中庭があるんだけどな、その頃と一緒ぐらいな。うん、だけど10月の初めぐらいに刈るようになるな。でその田んぼ3枚ことあれ3単あるんですか。いや2単5で2単5線、うん、だけど単あたりもちっちゃい3秒ほどしかできんか。3秒、はい、3秒で60キロだから、うん、だけどまあ大体7票全部でね。まあ貴重なもんですね。だからだけどな、まあ面白い半分やるんだけど、これもな、大佐の人が作るわけだな。それもらって、はい、それこそ 100g ほどもらって、それを増やして 3年目にして初めてあの黒が出てきた。で今で今年が 4年目、9年目、4年目、はい、まあ去年 の, 3年目のやつをね、そう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 、もらって今黒ハギにするんですけど、綺麗ですもんね。うん、ね、この間学校へ行ってみたけどな、やっぱしいろんなとこ出されてるけど、やっぱりちょっと色が、うん、普通の米が赤くなってみたい人もな。まだ今年の収穫も期待しそうですね。そうそうそう、はい、私もそれ見るんだけど、やっぱもう大丈夫と思うで、はい、3年生だけど、まあ我々の百姓は大体な、毎年が1年生だけど、絶対同じものできんけ、はい、それお母さん方が毎日ご飯炊くんでも同じご飯できんけ、そのこと、うん、ちょっと天候が危ねえな今年は。そうですか。まあでもこの辺はホタルも出るし、そうそう、すごいええとこですよね。うん、この間もなホタルマツでね、はい、やられて、それからこの間まあこの辺はその薄い思うで聞いて、まあ変わった蝶ってがおるんだけど、その蝶ってをまあ岡山の大学の先生が来ていろいろ調べてるんだけど。あ、そんな貴重な蝶ですか。そうそう、その近くにあるね。ああ、そうなんですか。その時にうちのまあ母さんが行って黒米でおにぎりさせて、まあ苦労した。はい。それがものすごい人気が。それは喜びますよね、みんなね、外の人はね。その時にまあ近くのこれはまあ蕎麦が有名な感じで、蕎麦のお母さん方が朝4時頃起きて蕎麦作って、それの根に結びをして、きれいな子なんですよ。地元の人は全然食べてないよ。でそれは岡大の先生が学生さん連れて、うん、まあいろんな京都の方から来られた先生もおられるけど、だって川崎病院の方の先生がおられるな。はいはいはい、あの研究者の先生の方。そう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 、こことどこ行ったかな、まあ、全国でもそうおらんたしいな、そのちょうちょ。もう一回そのちょうちょの申し出ください。薄広もど、薄広もどきいうかな。薄広もど、薄広、なんか虎のような模様です。あ、また調べて、はいはい、見ておきます。そう、まあね、本当今年のね、天候不順いうのはもう、ね、梅雨かなんかよくわからないようなあれだし、まあ、霊か言うし、本当もう農業やってる人からしたら今年は本当心配な年だと思うんですよ。大変ですよ、本当ね。まあ、全国かなり降って雨が降っとるけえな、今日もちょっと大変だ。まあ、稲もね、大きくなって今日ちょこちょこ来て、また写真撮らせてもらったりして、まあ、自由に撮ってください、はい、で10月になったらコンバイン乗せる姿をまだ撮りに来ないけど、それがまたそれがあったもんだ。派手ですね。えバインダーで買って今度は自然乾燥で、あ、バインダーで買うんですか。そうそうそう、自然乾燥せんと、あ、コンバインで刈るよりか自然乾燥せんなんだら味が出てこない。ああ、なら昔ながらのバインダーで買って干して、そう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 、干して、まあ派手20日言うけど、まあ3週間ぐらい干して、それで今度は脱穀して、まあ、またちょっとその作業を、それはまあ結果に行きますんで、さしてあげるよ。手伝いに行きます。はい、面白いんで、はい、すいません、今日はありがとうございました。またちょこちょこ寄せてもらいますんで、はい、また来てください。はい、ありがとうございます。まあしっかり食べてみてくださいよ。はい。はい、ということで、はい、ちょっとやっぱり天候不順がね、今もずっと眺めというか、なんか変な天候ですからね。これからちょっと冷夏になるんじゃないかということで、まあ心配をされてましたけど、まあ特に昨日雨がねザーザー降ってたんで、まあ頑張ると言われてたんで、ちょっと期待したいと思います。はい、であとね、ほら蝶々の話が出てきたけど、まあ僕あんまり蝶々のことも詳しくないんで調べてもないんですけど、まあそこはホタルがいたり蝶々がいたり、いやちょっとね忙しくて調べられなかったんですけど、まあそこでもね、黒米の
おむすびを振る舞ってすごい喜んでもらったとか、ね、今言われてましたけど、本当まあ、黒米って貴重なんでね、やっぱりそれは外から来た人なんか食べたらびっくりすると思うんでね、まあ、なんとかね、タイさんの黒米を、まあ、一緒になってね、それで盛り上げていけたらなというふうにね、思うんで、まあ、またタイさんには、はい、登場してもらおうと思います。ということで、うちの黒米の、黒おはぎの黒米を提供してくださってるタイさんのね、ちょっとまず田植えの話題から、まあ、また、最終的にそのバインダーで買って脱穀して精米というところも、まあ、当然また、追っかけさせてもらおうかなと思ってますので、乞うご期待ということです。はい、で次の話題は今度は鉄製町の田枝さんのね、焼き物の話題なんですけど、坂本さんと一緒に行って土ひねりをしてきてね、はいはい、でもう乾燥したから、次またおいでって言われてたので、ちょっとその模様をね、行きたいと思うんですが、はい、田枝さんのところに6月の22日の月曜日にですね、釜入れをするというのでちょっと乾燥したからね、で行ってきました。まずちょっとその VTR の方をご覧ください。はい、ちょうど我々が作ったやつが乾いてるんですけどね。あ、はい、これ2回目行って坂本さんが作ったやつもありましたけど、これが例の釜ですね。この中に、詰めていきます。釜入れというのは田枝さん、ほら、職人田枝さんになってます。そうそうそう、これ撮影があるというので、ね、ちょっと寒い来てね、作業してくれたんですけど、この釜の中に、陶芸教室の生徒さんたち、まあ、私たちが作ったやつも全部詰めて、まず素焼きをするということでね、でちょっと釜入れをするから、おいでくださいって言われて、まあ、ちょっと撮影にお邪魔してきました。こういうふうにね、ちょっとこういうなんだ、石のね台みたいなやつで組んでいくんですよね。この鉄、これも鉄板じゃないんですね、耐火レンガの薄いようなやつかな、鉄じゃないんですよね、こういう焼き物の。こういうのでまあ組みながら入れていきます。なかなかね、この大皿も乾いたらね、いい感じになってましたよね。はい、入ってよかったですね。そうそうそう、入らなかったらしょうがないけど、そうですね、ちょうど入って、で他これも陶芸教室の方がね、作られたやつ、乾いてるやつをこういうふうにね、どの中に置いて、でさっきの四隅にほら立ててる、つっかいの上にまた板を乗っけて、そうするとだん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 といくらでも入っていくということでね、点数が。こういうふうにまあ釜入れ、詰めて、まあ、これが釜入れなんですけど、釜入れという作業をちょっと見学させてもらいました。でその上にこのグラスウールが四隅に、釜の上にあって、そこへまたこの耐火レンガのね蓋をねしていくんですよ。重たいんですけどね、カメラ回せるから全然手伝いませんでしたけど、田枝さん結構元気ですよ、この重いのをね。して全部一人で作業されるんですね。もうね、弟子が手伝わないといけないんですけどね、全然手伝わずに僕はカメラだけ回してます。見てるだけで。でこれでまあ完了ということで。これで一応はい、釜入れは済みます。はい。でまあこれでまあ釜入れということだったんですけど、この日は翌日かな。火を入れて800度で加熱してまず素焼きをするということで、乾いたやつの、をまず素焼きをするということでした。で素焼きが終わったので、今度まあ釉薬をつけないといけないということで、でまた来てくださいと言われて、行ってきたんですけど、今度は坂本さんとね一緒に行ってきたんですけど、はい、あ、ごめんなさい、まだ写真がちょっと釜入れシーンのね、静止画の方も用意してたんですけど、まあ、これ釜入れ前ですね。あ、ちょっとごめんなさい、横になっちゃってる。こういうふうにね、まあ、我々の作品を田枝さんがちゃんと詰めていろいろしてくださって、はい、でこの後ちょっとまた来てくださいということで坂本さんと、行ってきましたが、いつだったかな、昨
一昨日昨日だ昨日行ったんです。そう、ま、雨の中、そうそうそう、昨日忙しかったんですよね、本当ね、はい、午前中大田さんのところ行って、午後から僕大佐のところへ、うん、行ってたんで、で、そちらの VTR の方、じゃあご覧ください。はい、これが釉薬付けに行った時のビデオですね。昨日の午前中です。はい、素焼きが終わったところの作品たちですね。まあ乾燥してるのと何が違うのかちょっとわからないですけど、でここでまあ楓さんがあの釉薬をこれ用意をしてくださいました。はい、我々3種類今回ね、付けさせてもらったんですけど、まずこれ坂本さんがやってる作業は、これは撥水用のなんか塗料かなんか塗ってくるんですね。そうですね。これを塗るとですね、ここだけ釉薬がつかないということで、全部につけるとやっぱり下ひっついてしまうので、そこには必ず塗らないといけないということで、まずあのこの撥水剤をつけるという作業があって、その後こういうのを釉薬をかけていくんですよね。でこの大皿にはちょっと僕の方が作業したんですけど、これは縁をつけてるところですね。撥水剤のところだけは釉薬弾くので下にバーッと流れていってるんですけど、撥水剤がついてない、縁のところをまずこうこっち側かけていくと。で田枝さんにひっくり返してもらって、今度いよいよ表側を、まあ、つけるというところなんですけど、これ一遍でやってくださいって言われて、なかなかね一遍でジャーとはいかないんですよね。なんで一遍にやらないといけないかというと、2回とかかけるとやっぱり垂れた跡がつくんで、さーっと1回でかけてくださいいいんですけど、ちょっと柄杓がね、あの柄杓でこの大きい皿には一遍ではいかないんで、できるだけ1回でやってくださいって言われても、まあ難しかったですね。はい、で2回とかやるとちょっと流れた跡がつくんで、うん、あんまり良くないんだって言われて、もうしょうがないからこのバシャバシャかけてますけど、こんなんでいいんかなって感じで。2回目はもう結構大胆にやりましたけど、ね、はい、これがちょっとブルーなのかな。でこれが坂本さんがやってるあの、はい、鳥のいるお皿ですね。はい、これはちょっとグレーのやつ、それとちょっとこの金魚に白い色をまたつけてるところですけど、それつけピンクで、ね、ね、あこれピンク、これピンクなんですか。ピンク、うん、なんです。でここへのりで貼ったらって言われて、そうなんです、あのもともと金魚乗せてたんですけどね、素焼きの時にあの平さんがちょっと泳いで行っちゃってって、どうもポロッと外れたみたい。お世話になりました。今日はあの釉薬付けをさせてもらいましたけど、はい、はい、今日の作業をちょっと簡単にご紹介お願いします。あのなかなか皆さん方あのちゃんとうまいこと釉薬をかけていただきましてありがとうございました。でまあ思う色が出るか出んかはちょっと翻訳してみると分かりませんけど、多分あの立派な作品ができたと思います。もう、土山さんも坂本さんも非常にあの手際がいいのにびっくりしました。いえいえ、はい、そんなことないんですけど、あの、今回させていただいたのは、はい、今あの私の山椒が赤色になってますけど、これが焼くと黒になるのと、はい、これがあの黒になりますよ、はい、はい、であと大皿の方が、うん、青いようなあの色ですね、向こうの、はいはいはい、ブルーみたいな、ブルーのこれになります。はい、はい、ございます。あとは、はい、牡蠣の方はちょっとグレーというか、はい、白い色で、はい、グレーがあったように牡蠣の方は見えます。はい、じゃあ楽しみにしておりますので。なかなかあの坂本さんの金魚にはびっくりしました。泳いで入りそうです、なんか意見じゃあまたあの翻訳の後、はい、はい、参りますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうもご苦労様でした。はい、ということで、VTR で見ていただきました。なかなかあの釉薬つけるのもなんかまた違った作業で楽しかったですね。そうですね、うん、やったことないなかったから新鮮だったのかもしれないんですけど、うん、色があの釉薬の見てる色と焼き上がった時の色が違う、そうです、そうです、ということで、それ楽しみなんですよね。うん、で
これがあの、まあ、素焼きされたやつなんですけど、このそうそう右のねところに、なんだあのミルクがほら落ちたような、うん、あのちょっとかわいい器があるんですよ、5脚ぐらいね、うん、右の端にね。これはあのノアの富田さんが作ったやつということでね、聞きましたけど、うん、あノアさんで作る使うのかなと思って、うん、いいなと思いましたね。やっぱあの自分のところで使うやつをね、うん、作られてるのが結構凝ってるんですよね、この器もね、うん、で、これがさっきのあの坂本さんの金魚で、本当はこれは縁についてたけど取れてしまってというやつなんですよね。そうでこれをそのこれ素焼きの後なんですけど、釉薬つけて最後あの糊で貼ってたというね、うん、やつですね。もしかしたら復活するかもしれない、うん、これがまあさっきのまず撥水剤をつけてくださいって言われている作業なんですけど、この右の側に見えてるちょっと赤いようなやつ、この釉薬が、うん、僕があの山椒魚につけたやつなんですけどこれ塗るとですねちょっとあの赤っぽく見えるんですけど、焼く と、茶色褐色黒褐色というか 黒に近い茶色になるんですよね、うんうんうん、であのその前に塗ってた白っぽいやつはグレーになるし、で大皿はちょっと空色みたいに見えるんですけど、あの空色じゃなくて焼くともっと結構あのトルコブルーみたいな綺麗な青に、ね、あのなるんだというふうに、聞いてるんですけど、まあ釉薬つけて今度本焼きした後にどういう色になるかというのもまたね楽しみということで、本当焼き上がりが楽しみなんで、今度釜出しにね、はい、また行きたいなと思うんですけど、はい、いよいよ、はい、いよいよ釜出しです次は、はい、でもあの本当ちょっと初めてやったけど、まあ難しいなと思いましたね。やっぱりあの釉薬のサラサラだったり、うん、ちょっとドロッとしてたりとかいうのでもやっぱりかけ方が変わってくるし、うん、まあ何でもやってみるもんだなと思いましたけど、まあ次やるとねもうちょっとね、うん、上手にできるかなとも思うんですけど、うん、あとあの言ってたじゃないですか、田田さんが一回かけて乾いてからまた次のやつをかけると、うん、模様になったりとかね、うん、まあ、それも面白いなと思ったから、うん、まあ、ぜひ次はねちょっと釉薬の色合いでまた風合いを変えるというようなねのにもチャレンジしたいなと思うんですけど、なんかあの絵皿なんかでほらいろんな色がついてる絵皿あったじゃないですか、坂本さんにはなんかそういうのやったらとか言って田田さん勧めてたんで、まあまた機会があったらちょっとね、はい、あの行ってチャレンジしたいなというふうに、はい、思います。非常にあの焼き物も最近ハマってて2人で楽しいですよねでまたあの田田さんのところ の、 あの陶芸教室の方たちの作品が焼き上がったら、うちのお店のギャラリーの方でもね、あの展示させてもらいたいということで今そういう話を、田田師匠と進めてますので、また来月今の展示が終わった後に、まあ、できればちょっとそういう企画であの展示の方もしたいなというふうに思いますのでね、それを見てあこういうの自分を作りたいなと思われたらまたあの田田さんのところに申し込んでいただいてね、うん、あの一緒にみんなでやりましょう、うん、はい、そういうのもちょっと考えてますので、またご期待ください、はい、ということでなんだかんだ話をしてたら今日まあネタが2本あったんで1日遅れましたけども30分が超えようとしてるので、はい、来週はねまたあのレギュラーの金曜日で放送できると思いますので、はい、ご期待ください。じゃあ今日はこの辺で失礼します。さよなら。御殿町新見にはどこか懐かしいふるさとに帰ったようなぬくもりと時間が流れています。新名物醤油だれの和そばの焼きそば、お抹茶とぜんざいの茶寮御殿町新見。